レートンハウス CG901 は、レートンハウスが1990年の F1、世界選手権用に開発したフォーミュラワンカー。エイドリアン・ニューウェイとグスタフ・ブルナーによって設計された。1989年にレートンハウスがマーチを買収し、コンストラクターとして、レートンハウスの名を付けた、最初のマシン。 5台が製作され、エンジンは3 5リッター v 8の JAD EV を搭載した。シャシーナンバー001は、その後シーズン途中で、イルモア 2175A に換装された。ドライバーはイヴァ、イバンカペリとマウリシオ・グージェルミン。社名の CG は1989年に交通事故で、死亡したチームのマネージャー、チェーザレ・ガリボルディにちなむ。ニチナム CG901 は前年の CG891 を後継モデルとして開発された。また、第7000フランス GP から改良型 CG901 バイトが投入された。主な変更点は、風洞実験から得られた誤ったデータを元にして発生した設計ミスを修正するための空力的アップデートであった。このマシンも、 空力を優先した設計で敏感なピッチとロールのためサスペンションは非常に硬いセットアップを必要としたタブ型モノコックはカーボンファイバー製でドライバー、フロントサスペンション、燃料タンクが一体となっているコックピットは非常に小さく窮屈でタブの外側にはドライバーのかかとが収まるように2つの張り出しが設けられた コニ製の通話へ調節式ダンパーはドライバーの足の前方に位置した。ダンパーはフロントアップライトからのプッシュロッドによってロッカーを介して作動した。取り外し可能なノーズ部分は下側からボルトで固定されフロントウィングの上に位置した。エンジンはスタッドとナットをへしてタブに接合され十分に強固なメンバーを構成する。冷却システムは ニューウェイが F1 に関わる以前に開発を担当したインディカーの構造同様に構成された。冷却水システムは右側サイドポッドに収められた水オイル熱交換器を通して2つの大きな冷却器で冷却される。ギアボックスはエンジンオイルタンクの下部に形成されたベルハウジングを介してエンジンに取り付けられた。上部はカーボンファイバー製であった。 六足縦置きのギアボックスは従来のレイアウトと異なり、セレクタ機構はアセンブリの前面に位置していた。リアサスペンションはフロント同様プッシュロッドで動作し、ロッカー経由で水平に取り付けられた小二性ダンパーと接続された。CG901 の最も顕著な特徴は、空力学的に優れたボディで、何と言っても流麗なスタイルを持っていたことであった。B スペックでは、 フロアとディフューザーが改良された。エンジンカバーは極めて小さくモノコックに沿って非常に狭い形をしていた。電子制御は主として在テック製が使用されたがシーズンの一部でマレリ製のものも使用されている。グッドウッドフェスティバルオブスピード2012にて CG901 のパフォーマンスは非常に悪く前年以上にサーキット特性により 戦力が大幅に変化するほどエアロダイナミクスに対して非常に敏感な車であった。特に第2戦ブラジル GP や第6戦メキシコ GP のような路面がバンピーなサーキットに対しては車のセッティングが全く対応できずに2台揃って予選落ちしている。B スペックが投入された第7戦フランス GP では 路面がフラットかつ風洞実験のデータが一致したことで大胆なタイヤ無交換作戦を完工し、他チームがタイヤ交換を行っている間に、イヴァン・カペリとグージェルミンがワン・ツー体制を構築。カペリはレース終盤までトップを改装し、最終的にはフェラーリのアラン・プロストにパスされたものの、その後チェッカーを受けにいい表彰台を獲得した。 第8戦イギリス GP でもカペリは、ウィリアムズのティエリー・ブーツンやマクラーレンのゲルハルト・ベルガーをオーバーテイクし、故障するまで3位を走行した。さらに、第11戦ベルギー GP ではグージェルミンが6位入賞を果たしている。しかしながら残る部分の性能は従来のままであり、チームはシーズンの残りを信頼性問題で悩まされた。ニューウェイは、 B スペックの改装を見る前にチームから解雇され、ウィリアムズへ加入。翌年のウィリアムズ FW14 においても、レイトンハウス時代と同じく空力デザインを追求し、大きな成功を収めた。ありがとうございます。